ユーマンディはオーストラリア、クイーンズランド州のブリスベンから約 120km 北方のサンシャインコーストにある町、人口約500人。ユーマンディのメインストリートユーマンディの名は、アボリジニの人名、ウガモンディが由来とされる。1880年代にヨーロッパ人が入植し、その後、林業、バナナ農園などの林業、農業が中心の町であった。 1890年代に、ユーマンディの南の町アンディーナと北の町、クーロイを結ぶ鉄道路線が開通する。その後は、クーロイなどからの木材などの中継地として発展した。元は、ヌーサ市の一地区であったが、2008年3月15日に、ヌーサ市、カラウンドラ市、マルーチー市と合併し、サンシャインコース都市となった。オーストラリアの元首相。 ケビン・ラットの育った町でもある。公共交通機関は、クイーンズランド鉄道サンシャインコースト線のユーマンディ駅が町の南側にある。通常の旅客列車数は日に2本のみ。南方からヌーサヘッツなどに向かうバスが定期運行されている。町の西側には、ブリスベンとケアンズを結ぶブルースハイウェイが通っている。ユーマンディマーケットユーマンディマーケットは、 1979年に二人の芸術家が芸術と農業のマーケットをこの地で始めたのが始まりである。1985年には露店数約100店舗、年間観光客約14万人。1990年には露店数約200店舗、年間観光客約26万人と観光客数、露店数ともに着実に増え続けた。二千十年時点で、 オーストラリア最大の芸術と工芸品のマーケットであり、毎週水曜日、土曜日に行われ、毎年160万人以上の人が訪れる。露店数は600以上あり、そのほとんどが芸術、工芸品関係の露店であり、農作物を売る露店は少ない。サンシャインコースト、ありがとうございます。